ップのプップップ。皆さん、こんばんは。まいです。イオンです。取り合わせてチェリップです。さあ、6月10日、チェリップのブブブ始まりました。始まりましたよ。よっしゃ、この番組は、休日のひとときあなたのチェリップでブブブブと過ごす番組です。ブーイコー。ちょっと リズム乗れんかった。ブブブと過ごす番組ですか。いいでしょう。まあいいでしょう。うん、今日のテーマは、ミョンがね、先日あの誕生日がありまして、ね、うん、あのたくさんの方にね、うん、ツイッターなど含めあの現場などでも含め、ね、お祝いをしていただいたので、ね、ありがとうというテーマでいきたいと思いますので、うん、このテーマについて伊藤さん一言お願いします。ありがとう日本規模広がった。わー、バッチリでしょう。広、すごい広い。いや今日なんかあれだな、声が低いわやっぱあ、なんか喉にまたあいつがおるけど大丈夫、うん、急にできたらしいですね。 あいつと仲良くやっていくしかねえんだよ。そんなになんか喉使ったというわけでもないらしいですが、一回だったらね癖になるらしいわ。またポリープかお友達が顔を出してきたらしいので、今日はこれ1個目かと思いますが、テンションが低いというわけではないですので、この感じですがお付き合いくださいませ。今日も最後までよろしくお願いします。答えがないから人は真実を探すのだ。ハイパーサイコロジカリーテスト、ドンピシャー。はいはーい、あー、OK、痛い、けた、始まりました。いや、2017年上半期のコーナーはこの心理テストのコーナーでありましたが、今月でまあ一応形としては最後となります。まだまだ足りんまいよ。いつかさんがやたらと好きで、心理テストが面白いよ、めっちゃ面白い、まあ、毎回楽しんでいただいたようで大変よろしいのですが、まあ、やろうぜ最後、一応最後のこの回も楽しんでいきましょう。今日はまあ、ミヨンが誕生日だったということで、まず一つ目の質問は、ね、うん、恋人と過ごす理想の誕生日記念日が分かるという心理テストをまずしていこうと思います。あなたは正義の味方の盗賊です、うん、悪事を働く商人からあるものを奪いました。一体何を奪ったでしょう、うん、という心理テストでございます、うん、でまず A、うん、なんだこら、有名な人が書いた掛け軸、掛け軸、うん、まあ絵だね、言ったら盗んだんでしょ。 B、うんうん、ナポレオンの日記、うん、C、 金や銀、ダイヤ等の宝石、うん、最後 D はピカソの絵ということで。え、なんだそのちょっと難しい、難しいから選んでください。だから、うん、まあ言ったら回答キットみたいな感じで、うんうんうん、自分のために使うんじゃなくて、そう、悪さしてる人がいるから、うん、その人から奪うと、うんうん、ルパンとかね。あ、なるほどね。でそれ何を奪いましたかと、ほうほうほう、 A、 有名な人が書いた掛け軸、うん、B、 有名横山大観ってこれあってるのか、横山大観掛け軸、ほうほうほう、 B がナポレオンの日記、 C が金や銀、ダイヤ等の宝石、 D ピカソの絵、ほうほうほう、皆さんはどれを選びましたか。なんだろうな、どれ、ミオンはでもシンプルに悪事を働く商人から奪ったってことは、うん、なんかそのいうちょっとなんていうの、他の人から巻き上げたお金で、うん、買ったんだろうなっていう、いかにも買ったんだろうなっていう C の金や銀って感じかな、うんうん、ね、リアルにね、ナポレオンじゃない、前はナポレオンじゃない、ナポレオン、ナポレオンの日記ね、ナポレオン。では皆さんも答えは決まったでしょうか。まず心理学的に悪徳商人から奪ったものは、うん、あなたが深層心理にある中に、うんうんうん、自分にとって重要でかつ大切なものを指しています。恋人だけではなく好きな人、家族、友人と誕生日や記念日にどんな風に過ごしたいと考えているかがこれでわかります。そんなわかるから最強だ。まず A の掛け軸を選んだ人、うん、あなたは誕生日や記念日はゆっくりと好きな人と過ごしたいタイプです。
掛け軸は家に飾り心を落ち着かせて鑑賞するもの、まあ、あなたはゆっくりと穏やかな心で恋人や家族友人と一緒に記念日や誕生日を過ごすことを理想としているのではないでしょうか。いいね、それもいいね。 B マユと C、うん、ミヨンを飛ばして D の絵画を選んだあなたは、うん、ワクワクドキドキしながら好きな人と過ごしたいタイプです、はあ、絵画特にピカソの絵ですとワクワクドキドキする絵が多いことから、うん、あなたは恋人や好きな人たちとワクワクドキドキする誕生日、ね、記念日を過ごしたいタイプです、はいはいはい、またサプライズなどされることも大好きなはずです、うんうんうん、ディズニーランドや USJ など、うん、夢の国や遊園地などで誕生日を過ごすことを理想としていませんかというかな。そうなんだ、わかりやすい。ではまずはじゃあ、うん、今日いつぐさんの B ナポレオンの日記、ね、日記を選んだあなたは、うん、思い出の場所や、うん、思い出話をしながら好きな人と過ごしたいタイプですなんでロマンチストですな。ちょっとロマンチックなやつ。日記はあなたの思い出です、うん、恋人や友達家族との思い出の場所で誕生日や記念日を過ごしたいと思っているのではないでしょうか。重くない、なんか重くない。恋人となら初デートのうち、家族や友達となら一緒に旅行に行った場所など、うん、あーワロタ、そんな、ワロタそんなんなるとすげえロマンチストじゃねえか。前ワロタ、そしてワロタ D は D、 C か C して素敵、ミオンと一緒の人はあなたは、うん、ゴージャスでリッチな場所で好きな人と過ごしたいタイプです。あーいいね。金や銀ダイヤ等の宝石はキラキラ輝くゴージャスさを表現しています。あなたは恋人や好きな人たちとキラキラと輝くゴージャスな記念日や誕生日を過ごしたいと考えているタイプです。そうなの。いやでも結構やっぱり特別な時しかそういうことできないから、まあそうだね、まあ、確かにちょっと自分一人ではそれこそいけないなとか、確かにな、そういうのはあるかもしれない。緊張しねえでもそんなようやられたら、確かにって感じ。これは結構当たっているぞ。すげえ、そんなにわかるんだな。これでよく考えるよな、これ作った人。いや皆さんはどうでしょうか。当たっているでしょうか。本当だな。どうみんな、みんなどう？ぜひこれツイッターチリップのプププで、うん、ハッシュタグがほんまほんま連動しているので、ぜひ皆さんの答えも聞かせてください。そうだ。それでは曲前にもう一問質問だけやっていこうと思います。2問目、学校の友達でいつも一緒にお出かけする仲良しのお友達がいます。うん、そのお友達と仲良くなったきっかけは何だったでしょうか。うん、A は目が合った瞬間に仲良くなった。うん、B、うん、宿題や課題を一緒に頑張ってから仲良くなった。うんうん、C、インパクト大の自己紹介でそれがきっかけだった。うん、D、席が隣同士だったから。はあ。さあ、どれでしょう。なるほどね。分かった。A、目が合った瞬間に仲良くなっていた。うん、B、宿題や課題を一緒に頑張ってたから仲良くなった。うんうん、C、インパクト大の自己紹介でそれがきっかけだった。うんうん、D、席が隣同士だったから。という4つです。曲中に皆さんぜひ、どれを選ぶか考えていただけるといいなと思います。おもれ。では今日の1曲目、ミヨンチョイスの曲で、うん、にぎっこのね、なおちゃんが、うんうん、ちゃんちゃん坂本真綾さん出ましたすごい好きで、うんうんうん、真綾さんにあの歌詞を実際に書いてもらったりとか、逆に真綾さんの曲のねカバーをにぎっこさんでしていたりとかしていらっしゃるんですけど、ミヨンも真綾さんすごい好きで、そう、ね、で今日かける2曲とも実は真綾さんの曲なんですけど、うん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 、どっちともなんかこうミヨンが、うんうん、なんかそれこそ定期公演でカラオケとか歌ってた頃あるじゃないですか、うん、あったねとかに、これはあのミヨンがいつも来てくれるジムのみんなに伝えたいことが結構歌詞詰まってるっていう話を何回かしたことある曲で、ラジオでも流したことあるんですけど、うんうんうん、まあ、このタイミングでぜひ流させていただきたいなと思います。 それでは今日の1曲目、坂本真綾さんでループ。さあ、皆さん曲中に答えは決まったでしょうか、はい、学校の友達と仲良くなったきっかけは何だったでしょうかという質問でした、はい、A が目が合った瞬間に仲良くなっていた、うんうんうん、B が宿題や課題を一緒に頑張っていたから仲良くなった、うん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 、C インパクト大の自己紹介でそれがきっかけだった、うん、D 最後席が隣同士だったからということですが、ミヨンはちなみに D ですね、うん、D か、まゆ A、まあ、A だそうです。A、ガゼン A でしょ。いや、まず、
この心理テストでは、うん、あなたがハマってしまうかつ、うん、あなたが深層心理で好きな異性のタイプが分かりますということで。マジこれで分かるだ。マジか。これで分かるらしいですよ。恥ずかしい。まあいいよ。じゃあまず B、 誰も選ばなかったやつね、うん、宿題や課題を一緒に頑張って仲良くなったを選んだあなたは、うん、困難に立ち向かい何か一緒にやり遂げた異性にハマってしまう可能性が大です。なんだそれ。あなたが深層心理で惹かれる異性のタイプは、同じ空間で多くの時間を共にしたり共同作業をしたり、うん、とにかくそばにいる異性のことが気になりすぐに好きになってしまうので、職場やクラスメイトに恋をすることが多いのではないでしょうか。近場だな。出ています。で次、 C のインパクト、大の自己紹介でそれがきっかけだったを選んだあなたは、うん、なんと肉食系で個性豊かな異性にハマってしまう可能性が大です。マジか。あなたが深層心理で惹かれる異性のタイプは、活発的で何に対しても動じない、ちょっと変わり者なんだけど、やるときにはやるという異性を好きになることが多いのではないでしょうか。また自分にはないものを持っている異性に惹かれることが多いはずです。ではまず次は伊豆さんの A、 目が合った瞬間に仲良くなっていたを選んだあなたは、男性なら女性、あ、男性なら女性合ってる、女性なら男性という異性の魅力を持っている、人に、だから強いってことね、男性的な魅力が強い、女性的な魅力が強いっていう人にハマってしまう可能性が大です。深層心理学的に目は、その男性だったら男性とか女性だったら女性っていう性をね、表す一部とされています。そうなんだ。あなたが深層心理で惹かれる異性のタイプは、そういう男性女性という性的な魅力があって、また危険な匂いがする人ではないでしょうか。だって変態チックなんだけども、それはあり得るな。やはり変態支部長、やはり本部長か。やばい。でもそれあるわ。マジか。ウケる。違う。でも、まあ、でもシンプルにだって一般的にそれ女性で女性を好きな方とか男性で男性を好きな方ももちろんいらっしゃいますけど、もちろんね、基本的にはやっぱ男性は女性を好きになるし、まあそうだね、基本女性男性を好きになるから、まあ、ね、うん、 まあ、そういうのが強いってことかなってのはね。そうだね。まあいいですよ。じゃあ D、 ミオンと一緒の席が隣同士だったからを選んだあなたは、真面目で素朴な異性にはまってしまう可能性が大です。あなたが深層心理で惹かれる異性のタイプは、目立ちたがり屋な派手な人を苦手をする傾向があるので、逆にどこにでもいるような普通の人ではないでしょうか。あ、合ってない。合ってるわ。合ってる。あんまうるさい人好きじゃないもんな。うん、嫌いだもん。確かに確かに、それ合ってる。ということで、やべー、皆さんこれで、ね、チェリップ2人の好みの、そうだね、こう深層心理で好きな異性のタイプが分かったと思いますので、伊豆賀さんが好きだなという人は性的な男性の魅力で、そうだ、ね、押すといいですし、いいと思います。藤井さんが好きだという人は、あの真面目に真摯にちょっとね、そうだね、真面目なしているといいということが分かりました。ほんまやほんまや。半年間このコーナーを一緒に見守ってください。皆さんありがとう、ありがとうございました。楽しかったです。ではここからは皆さんからいただいたメッセージを伊豆さんが女性的に紹介してくれます。この声でいいよ。ライトマサです。あ、来た。前様、みなちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。今回のメッセージは短いです。ただわがままを言わせてください。単刀直入に言います。今日10日は私パパ40何歳の誕生日です。あら、おめでとう。何か二人からお言葉いただければありがたいです。だってよ、この前祝ったからな、すでに。確かに確かに、もう祝った。じゃあ、あのツイッター今、あの聞いていて、ツイッターで連動させているみんなで、せーのでおめでとうってつぶやきましょうか。行、ね、くよ。打てた。そろそろ準備できてる。絶対打ててないだろ。せーので一気につぶやくよ。行くよ、うん、せーの、おめでとう。ツイートオッケー。おめでとう。まあこれからもどんどん変態なツイートをしていってください。やばいでしょ、その一言。バッチリでしょ。いやでもね、その支部本部を中心になんか盛り上がってるところはあるので、そうそう、うんうんうん、面白いしね。いやなんかそれはいい、すごいいいなって思いますので、うん、なんか活性化につながってるなって感じですので、ありがとうね。本当にいつも岡山から奥様に睨まれつつも、いつも鳥取に遠征をしてくれるライトパパでした。ありがとう。本当におめでとう。ありがとう。よし、次フルです。パイさん、皆さん、スタッフの皆さん、こんばんは。フルです。こんばんは。遅くなりましたが、改めてみおんちゃん21歳誕生日おめでとう。ありがとう。さて話を変えます。早いな、話変えるの早い。なんだか最近チームチェリップに、お、来た、丸々支部とか本部とかできているようですが、これは面白いし楽しいし、新たな展開、組織改編とかあったりするのでしょうか。ちなみに私はお茶係がいいです。あら。今後
チームチリップ内で肩書きをとか決めたら楽しいかな。もし2人に肩書きがつくならどんな肩書きがいいですか、だって。社長とかってことね。あ、そう、肩書きってそういうことなんだ。まあそうでしょ、お茶出しだったらジムとか。あー、なるほど、ね、本部長とかね。うんうんうん、何かな、係長とかあるわけじゃない。前会長会長も引退したけど権力握ってるってこと、うん、そうそうそう、とんでもねえやつだなこいつさ。会長ででも実質トップってことですかね、この人が、うん、そしたら、うん、いつぐさん変態支部のトップに立ちました、うん、今日ね、まあ、悪くない悪くない、何がいいのって。ミオンはね、うん、何がいいかな。水やり係いいね。水やり営業とかも言ってるんじゃない。営業な、確かに営業、あれうざがられんそう。あの広げていくという意味でね。確かに確かに、うん、いやでも一番大変だぞ。チェープは広げたいけど、うん、その支部、今のこの話題、一部で話題になっているこの丸々支部こと、ね、変態支部を広げるというのはね、ね、なかなかパワーが、うん、まあ結構な、あれな、いるよな、ので気合がいるよな。でもシンプルに、その支部を無視してチェリップを広めるという仕事に、うんうんうん、21歳も勤しみたいと思いますので、いいと思います、よろしくお願いします。ありがとう、あのどんどん入ってきてください皆さんも。ああどんどん何でも入ってきて、ちょっと気兼ねなく入ってくださいっていうのはあれですけど、うん、あの別にそんな大したことではないの、名乗れば入れる、本当本当、無料無料、一部で、うん、盛り上がっていることですので、うん、ぜひ皆さんお願いします。ありがとう。ではこの汚れた心を癒すために再びマヤさんの曲をね流していきたいと思います。これは本当にミオンが好きな翼クロニクルの、ね、あ出ました、翼クロだ、翼クロ一番好きな曲なのですよ。オッケー、ぜひ皆さん一緒に心を浄化してミオンの気持ちもこの曲で伝わればいいなと思っております、うん、それでは今日の2曲目、坂本真綾さんで風待ちジェット。ゴー、はいはい、ここからは告知をしていきたいと思います。今日チェリップ名古屋にいるんですけど、明日も名古屋におります。でこちらは大好きな中崎ミルクセーキさんや大好きハチキンガールズ石川彩香チュアンなども一緒におりますので、ぜひぜひ皆さん名古屋に集合お願いいたします。そして、うん、次の週日曜日なんですけど、こちらガイナーレ鳥取さんのホームの試合に応援に行きまーす。で、17日の土曜日は、うん、あの先日チューリップ7枚目のシングルの発売が発表されまして、うん、そちらの振りの練習などが入っておりますので、そうそうそう、イベントがお休みになります、はい、でこれからそのようにですね、その新曲の準備で少しイベントが少なくなる可能性もあるのですが、その分いい7枚目のシングルお届けしたいなと思いますので、はい、7月頭の新曲発表皆さん楽しみに、そして鳥取に集まっていただけるといいなと思っておりま す, ます。そのねイベントの詳しい情報などはどうやったらいつぐさんわかりますか。チェリップと検索してください。皆さんどうぞよろしくお願いしま す, しします。さて今日は坂本真綾さんの曲で、うん、ミオンの感謝の気持ちを伝えるという回でした、はい、うん、あのまたぜひ歌詞をググって、ね、ミオンの気持ちをね、うん、歌詞の中でまた見つめていただけると嬉しいなと思います。21歳のミオンもよろしくお願いいたしま す, お願いします。それでは今日はこの辺で、せーの、おやすみなさい。前です、ミオンです。2人合わせてチェリップでした。バイバーイ。